はい、カラーしてきました。今家に帰ってきたんですけど、それブドウ色に。今回はちょっとブリーチ、根元ブリーチをお休みしました。ついでに買い物をいろいろちょっとしたんで、購入品紹介サクッとしたいと思います。で、まずはいろいろ行ったんですけど、ロフトにほぼ初めてかな。ロフトってあんま行かないんですけど、行ってみました。化粧品とかいろいろ集まってて良さそうだったんで、ロフトで購入してみました。そう、またね、スリコもまた行ってきたんですよ。ちょっとリピったんですけど、あ、揺れてる。まずグラスキャンドル、キャンドルはあんま1個しかなくて、キャンドル買おうってなって、このいろいろ嗅いだんですけど、このアロマティックサンドウッドっていうやつを購入しました。これの種類がすごいいい匂いで、メイドインザ UK って書いてるので、イギリスのやつやと思います。つけた時の香りはわかんないんですけど、リラックスグッズとして購入しました。これが1800円です。そう、結構キャンドルね、買ったら高いと思うんですけど、1800円やったらまあお手頃かなっていう感じで購入しました。夜リラックスムードの、あの本とか読んだり、あのお風呂とかリラックスモードのとこに使いたいと思います。はい。あ、で、これがね、多分一緒のところのやつなんですよ。なんて書いてんやろ、これ。リードディフューザー。それは商品名か。ワックス、リシカル。レイシカル。ワックスなんちゃら。ここのやつなんですよ、このキャンドルも。ここに書いてました。こっちが2500円。ディフューザーが2500円で、このキャンドルが1800円です。はい、このシリーズなんかめっちゃ気に入って購入しました。めっちゃ嗅ぎまくったんですけど、結局このメーカーのやつがなんか私は気に入って購入しました。あ、次もね、香り系リラックス系なんですけど、このお香かな。これめっちゃ可愛いですよね。なんか入れ物がいろんな香りがあったんですけど、一個一個がめっちゃカラフルで可愛くて、これはパチョリやムスクの甘い香りって書いております。パチョリがわからないんですけど、購入してみました。今ね、どっかの Vlog で登場したパロサントとかセージをたまに家で炊いたりするんですけど、邪気払いに使ってるんですけど、コリンズインセンスっていうところのお香を買いました。原産国韓国って書いてます。でもちょっとやっぱつけてみない、本当の香りはわかんないんですけど、これをまず試したいと思います。お香を炊いたり、パロサントを炊いたりとかしてちょっと楽しんでるんですけども、これね、ほんといろんな種類があって、めっちゃいろいろあったんですけど、私はこのイエローのフラッフィーピロー、ピローって書いてるから寝るときにいいのかなと思って購入しました。最近こういうサンダルウッドとか木とかバニラ、甘い系が好きで、香りがこういう感じ。ん、どういう感じ、こうか。ん、どうやって開けんやろ。あ、スライドでした。もうめっちゃすでにいい香りがするんですけど、こんな感じで開けて、すでにいい香り。めっちゃいい香りがする。こんな感じで入ってるんですけど、なんか多分、お香立てとかいらずにこれで立てんかな。なんかなくても大丈夫って書いてたんで、ちょっと今晩試してみたいと思います。めっちゃ、いい香り。なんていうの、お花っぽい感じ。けどお香やから説明ちょっとできないんですけど、甘くはないかな。好きです、好きです。なんかお香の割には結構なんやろ、はっきりした香りが。また炊いて感想を言いたいと思います。そう、これ置いてるだけでもインテリアとしても可愛い、このカンカンで。そう、結構ね、リラックスを求めてて、次もリラックス系なんですけど、このクナイプのボディクリームを購入しました。これはね、いろいろ嗅いだんですよ。そう、めっちゃ嗅ぎまくってロフトでいろんな商品を。これはめっちゃ好きな香りで、なんだったっけ、夜美容ボディクリーム、ホップ&バレリアンの香りだそうです。ちょっとイメージしにくいんですけど、とりあえずいい香りだったんですよ。なんかこう、なんかリラックスっていう感じの香りで。なんかこう、なんて言ったらいいんやろ。外国の方がつけてそうな香り。なんか、オーガニックハーブって感じの。クナイプはでも、成分なんか優しい系ですよね、多分。植物オイルとか、環境に優しいとか、動物実験行っておりませんとか。結構なんかイメージ優しい系なんですけど、クナイプのバスソルトとか結構使ってて香り好きなんで、ボディクリームも結構クナイプいいんじゃないかと思って香ったら大当たりだったんで、購入してみました。ボディクリーム、これが1200円です。結構コスパ良さそう。コスパ。なんかもっと高そうやけど。はい。これめっちゃいい香り。これもリラックスタイム。なんかこれちょっと好みあるんかな？でもなんかちょっと精油とかオーガニックっていう、ね、なんか葉っぱ、植物っていう感じの香りがしておすすめです。私は好きです。はい。次がこのクリームと美容液を購入しました。これはですね、普通に
なかったから購入しました。この間買った韓国の、名前忘れた、なんか水色のやつがなくなりかけてたんで、この美容液とクリームを購入しました。これは毛穴に効くって書いてるのがいいなと思ったのと、前言ってた LDK って書いたんで手に取りました。美容系グッズ探すとき、なんか薬局とかでも絶対この LDK ないとかいうのを探してしまいます。自動的に。ただ1位があったんで購入してみました。これは別に書いてなかったんですけど、同じ種類でちょっとライン使いしようと思って、この美容液を選びました。これ。ダーマレーザーウルスラシ集中毛穴って書いてたんで、こちら購入しました。ハリ美容液やったっけ、もうコメントで教えていただいて、ちょっと気になったんで、次回購入したいなと思います。でもなんか結構痛いらしくて、勇気出なくて、その時ロフトで迷ったんですけど、手に取って。で、今日、時に美容師さんも、昨日針の美容液してみたんですけどっていうたまたま話になって、マジで痛かったって言ってたんで、ちょっと痛いの苦手なんで、ちょっと次購入しようかなって感じです。でもリスナーさんのコメントではめっちゃ効くんでって言ってたんで、次試してみたいと思います。今回はちょっとこれで毛穴をケアしたいと思います。まあ、LDK やから間違いないかなということで、はい。最近ダガと一緒に使ってるんで、なくなりが減りが早いんで、これも LDK1 位なんで引かれて購入しました。あ、これはでもいつも週末パックに使ってるんですけど、今お米の毛穴パックを使ってて、でもあれめっちゃ薄くて、なんかすぐシート、マスクシートが破れるんで、ちょっと嫌やなと思って、やっぱトラの鹿パックか、あ、ルルルン、どれかわかんないですけど、それを使おうと思って、あれは平日通貨して朝晩って平日使ってるんですけど、これはなんかちょっと土日週末パックとして使ってます。このクオリティファーストやったっけ。これはなんかやっぱすごいボトボト、美容液たっぷりって感じで気に入って使ってます。これも LDK、 これも LDK1 位って書いてるんで、1位やったっけ、私もリピってます。ロフトはね、結構こういうそっち系を購入しました。これ次はこれです。1年前ぐらいにサブちゃんに、これリスナーさんがおすすめですみたいな、私その時も癒しグッズとかオーガニック系の癒しグッズを求めてますみたいな、でおすすめあれば教えてくださいって言って、このアユーラの、これだと思うんですけど、本当はボトルの大きいやつをおすすめしていただいたんですけど、ロフト行ったらまさかのこのお試し用があったんで、ハマったらボトルで購入したいなと思って、はい。あとこれはどこでも売ってそうな、このクレージュのクレンジング、はい、これも LDK1 位を狙って購入しました。これ一回使ったことあるんですけど、普段平日私はそんなにメイクしないんですけど、日焼け止めを絶対塗ってるんで、日焼け止めだけにオイルクレンジング使うの嫌やなと思って、でもなんか洗顔だけじゃなんか落ちてない気もするんで、でこれをずっと使ってるんですよ。この平日用に、なんていうバーム、これバームになるんかな、あ、バームです。このバームやったらちょっとまだ優しいかなと思って、こっちを平日に使っております。ドンキとかの方が安いんかな、こういう系は。ついでなんで買いました、ロフトで。わざわざこれはロフトで買わなくてもよかったんですけど。で、次が、マツキヨに行ってきたんですよ、マツキヨ。なんでマツキヨに行ってきたかというと、このアルジェランっていうやつやったっけ。そう、このアルジェランっていうやつが、マツキヨにしかないんかな、多分ネットでなくて、そう、大好きじゃない、アマゾンにもなくて、多分マツキヨで売ってるオーガニックコスメらしくて、アルジェランは、多分。で、最近寒くなってめっちゃ乾燥するんで、私あんまり顔にオイルってそこまで使ったことないんですけど、小田切ヒロさんも敦子さんもめっちゃおすすめしてたんで、導入系でしたらいいみたいな、多分言ってた。ちょっと乾燥が激しくなってきたんで最近。なのでオイルちょっと入れようと思って使ってみよう。あ、そういえばアルジェラン手頃で、オーガニックで優しくてって、なんかで見たんで、本かな？敦子さんの本で多分見て、マツキヨで通りかかったんで購入しました。はい、これが、昔一回あるかな、オイル使ったこと。アルジェラのは初めてなんですけど、なんか多分優しそう。アツコさんがおすすめするから、多分優しいと思うんですけど、これを今日試してみたいと思います。あんまりマツキヨ普段行かないんで、ついでなんで、このアルジェラの化粧水も購入しました。さっぱりとしっとりがあって、私はもう乾燥するんでしっとりにしました。高保湿化粧水。オーガニック認証。アルジェラは色付きリップを購入して、それはあんま使ってないかな。はい。でもちょっとこの2つ試してみたいと思って購入してみました。これなんか売り上げナンバーワンって書いてるんですけど、何で売り上げナンバーワンなんやろ、ちょっとわかんないですけど、はい、楽しみです。これまた感想どっかの Vlog とかなんかで言いたいと思います。はい、あとは使ってる方、おすすめ使い方あるよっていう方がいれば教えてください。はい、紹介するほどでもないんですけど、この
キャンメイクの。最近ジェル休んでマネキュア塗ってますって言ってたんですけど、だから最近マネキュア塗ってたら目いくんですけど、このキャンメイクのシリーズ安くて色味も可愛いのがあって、この2つ購入しました。これちょっと秋っぽい、なんかオレンジのような赤のような秋っぽい色、N42 番を購入しました。でこっちがちょっと緑、可愛い、こう見えるかな、この深緑っていうんですか、これはちょっとダークグリーンっていう感じの、ちょっとこれも秋っぽいやつ、 N12 を購入しました。390円ぐらいで、結構お安いんで。プラザに行ってきました。あのアウトレットぶりくらいかな。このね、これハロウィンの日に、ハロウィンの映画見るときにちょっと食べたいなと思って、この可愛いお化けチップスを購入しました。多分毎年売ってるんですけど初めて食べます。はい、486円です。プラザは結構いろいろお菓子を購入したんですけど、このこれ割引になってて、ティモレケールカッシューバーベキューっていうやつが302円です。これなんか優しそう、カシューナッツ、キヌア、米、エンドウ豆、ケールバーベキューパウダーとか入ってる。まあ、ちょっと美味しそうやし、割引してるっていうことで購入しました。はい、次がハロウィンお菓子と、これはね息子が喜びそうで、みんなで食べたいと思います。何が違うの、ハロウィンかぼちゃとかそういうのが書いております。この息子が喜びそうなものを見つけたんで速攻購入しました。このパウパトのカレンダー、これも息子食べてるんですけど、このチョコレートがここに入ってて、でキャラクターがここに、これは W か、めっちゃ喜んで毎日頑張ったら1個みたいな感じであげてるんですけど、そうめっちゃ大喜びだったんで、これ買ってよかったです。これが745円で30個ぐらい入ってんかな、こんな感じ、めっちゃ可愛い。これプラザで毎年めっちゃ、私が高校生ぐらいの時からこういうこのチョコ開けるやつ売ってるんですけど、ちょうどパウパトが売ってたんで購入しました。またまたスリコへ行って、この前回の私買ったスリッパめっちゃ良かったんですけど、フィットして、あのダダがサイズ入らなかったんで、じゃあこれあの業者の人とか入れへんやみたいな、お客さん入れへんや男の人はと思って、同じのはなかったんですけど、あれの大きいバージョンは本当はあれがいいんですけど、こっちのやつ、こっちだったら入ると思うんでこっちを購入し直しました。女性の来客やったらあれ入るんですけど、でもあれ私気に入ってね、ずっと使ってるんですよ、履き心地よくて。これは300円です。これを来客用に2足購入しました、追加で。はい、スリコでこのキントやったっけ、ちょっと待って、これキントじゃないやん、キチントって書いてる今知ったんですけど、キチントって書いてる、あの耐熱ガラス、なんか今コーヒー あのオンオフするときに多分洗浄かなんかで水が流れるんですけど、けどそれをなんかコップで取ってるのがちょっと嫌やなと思ったんで、これをこの耐熱容器、まあ何でもよかったんですけど、なんかガラスやったら、でこれを購入しました。このガラスの使えそうなメモリ書いてと思って、置いとったら可愛いかなと思って、ちょっとコップはちょっと今ダサくて嫌やなと思ってたんで、この置いてても可愛い耐熱容器を置いとこうと思って購入しました。これは300円です。でこれね、キントとコラボしてるやんスリコと思ったんですけど、キチントって書いてました。はい、しかも食洗 OK で、でこれがホイッパー、ホイッパーっていうかミルクフォーマーを購入しました。あのついてるんですけど、コーヒーマシンについてるんですけど、なんかあそこちょっと汚れたら嫌やなと思って、ちょっと説明書読んでなくて、どこでもできるやつを購入しました。これは500円です。最近寒くなってラテとか飲みたくて、本当あれでプシューってできると思うんですけど、ちょっと買ってみました。はい、なんかあそこ飛び散りそうやから嫌やなと思って。これもきちんとシリーズかな、このあ、これもきちんとシリーズですね。ウォーターボトルを購入しました。これはですね、これは普通に、こんな感じで、普通のウォーターボトルなんですけど、ここが開いて、ここからジャーッと開くようになってて、これはなんかダダが結構出汁とか取るんですけど、最近。鍋つゆを作ってくれる時に鍋のスープ。昆布とか結構ダダは取るんで、私は使わないんですけど、それやったらもう昆布切ってここに入れといて、で、水と昆布入れといて、で、冷蔵庫で入れといたら、もういちいち待たんと、だし何でも使えるやんっていうことで、こちらを購入しました。なので、これはだし用に購入しました、ウォーターボトル。便利かなと思って。だし取るの結構時間かかるんで、ここに昆布入れ込んで、水と昆布入れ込んで、冷蔵庫でだし取っとこうと思います。じゃあ、いろんなだし使いたい時に使えるので、便利かなと思って購入しました。あと髪の毛のゴム買ったかな。こういうので、レジ横に、まあ、例えばプラザやったらチョコレートとか、H&M とかもレジ前に最後売ってるの、私結構まんまと引っかかるタイプなんですけど、でそれでちょうど会計してる途中に、いいやんこれと思って、これ私めっちゃ使うんで、濡れてもいけるし、そうシャワー
の時も行けるし、気に入ってるんで、これをポイッと購入して300円です。ちょっと秋からでもないか。まんまとお店の策略にハマってますね。もう終わりかな。無印です。また通って感じなんですけど、無印に行ってきました。これはコットン。カットコットン。コットン。無漂白の。199円で。一番無印がコスパいいかなって私は思ってるんで、無印でいつも買うんですけど。はい。で、次がベッドをね、変えるんですけど、今度。今ダブルで、次クイーンのベッドに変えるんですけど、布団カバー 30% オフで売ってたんで、これを購入しました。これ何個やったっけ ?30% オフで、これが、あ、違う、これじゃない。どこ行った?いつも真っ白の選ぶんですけど、今回はチェックにしてみました。綿フランネル。結構触り心地もいい感じで、あったかそうな。しかも綿はオーガニックコットンって書いてたんで、釣られて購入しました。クイーンサイズ用。5490円の 30% オフなんで、なんぼでしょう。ちょっとね、レシートないんですけど、多分安くなってたんでよかったです。はい、これを次から使いたいと思います。あったかそうです。なんでこの季節に 30% オフかはわからないんですけど、ありがたく。はい、30% オフで購入しました。で、次はこのボックスシーツ。ダブルのサイズの時も無印のこのボックスシーツを使ってたんですけど、めっちゃ気持ちよくて、何本ぐらい ?5、6年 ?4、5年使ったんですけど、めっちゃ気持ちよくて気に入ってたんで、またクイーンサイズのこの洗いざらしっていうシリーズの、ボックスシーツ、マットレス用購入しました。これめっちゃいいんですよ、なんか。これもオーガニックコットンです。はい。でも冬は寒くて、これの上からちょっとあったかマットとかを敷くんですけど、夏場とかクーラーのこれつけて、この触った感じとか最高なんで、はい。みんなこれ大好きなんで、これを疲れました。では以上が購入品でした。ちょっと毎回ね、スリコと無印かよって感じなんですけど、はい。こんな感じで購入品でした。